レシート紹介スマート。この紙は、ウィスパーロもしくはコマサイノです。味仙ラーメン、水俣店ですね。味仙っていうのは熊本ラーメンで有名なとこですよね。はい、俺様もね、なんか聞いたことあります。あ、なんかね、高知にもありましたね。高知市内にもね、これあった気がします。まあ、チェーン店なんでしょうね。はい。まあ、熊本に、まあ、主に展開している味仙ラーメンですね。なんか、おばさんのね、ロゴが書いてあります。はい。俺様が頼んだのは、熊本ラーメン、味仙ラーメン、D セットっていうのをね、頼んでますね。これいろいろ、情報が書いてあるんで、隠してるんですけど、2020年のね、何月だっけか、一応、日付はね、絶対タイトルに入れないといけないからね、ちょっと見せないといけないんですけど、2020年11月1日です。はい。合計980円です。はい。この紙はウィスパイロもしくはコマサイロです。なかなかね、エクセレントなね、お味でした。俺様ね、九州のラーメン好きなんでね、お前らにもね、おすすめします。はい。まあ、関東にもあるかな。まあ、多分ある。あ、味仙ってあれだよね。なんかね、茨城県の、ね、土浦市にね、確かあります。なんか俺様ね、昔ね、たまたまね、土浦に行った時にね、なんかありました。道路沿いにね、あります。あと、高知市にもありました。はい。なんで、まあ、お前ら近くにもしあったらね、行ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、それでは。